がムスリムだったりとか、あ、こういったイスラームの人々、なんでこうやって反母心がピースフォーなんだろうっていうのを感じて、勉強し始めました。Assalamualaikum, hello guys. サラマイコーン。じゃあ今日は特別なゲストがいます。カイジで誰す。ですか？お、サラマイコーン、スモアニャー。My name is カイジ。英語？日本語？日本語で行きましょう。カイジです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあカイジはね、ムスリムの日本人ですよね。はい。ちょっと簡単な自己紹介。はい、わかりました。私の名前はカイジと申します。イスラムの名前はカディルという名前で、2017年の10月に改宗しました。そう、もう3年間ですよね。そうですね。アルハムドリラ、もうすぐ3年ですね。じゃあ昨日はね、もうツイッターで聞いたので、カイジに聞きたいこと、じゃあツイッターで何個も質問が来て、だから今日答えていただきたいと思います。ドキドキ。まあ今までも何回も聞かれた質問だと思うんですけ緊張ど緊張緊張します。 じゃあまずはね、ちょっと質問を見ましょう。まあ、いつも聞かれた質問だと思うんですけど、まずどうしてイスラムに興味を持って、そしてムスリムになるきっかけは何ですか？それは2015年に私はマレーシアの隣のブルネイというところに留学しました。で、留学する前はイスラムのこと全然分かりません。で、日本あんまり情報ないですね。そうですね。で、分からなかったんですけれども、ブルネイに行って友達がムスリムだったりとかで、みんな 70% ぐらいムスリムの人が住んでるので、そこで初めてイスラム、ムスリムと会って、なんかすごいね、優しいというか、ハンボーは何だい、謙虚、謙虚、そうそうそうっていう心の持ち方にすごく興味を持ちまして、こういったイスラムの人々、なんでこうやってハンボー心がピースフォーなんだろうっていうのを感じて、勉強し始めました。それが一番のきっかけです。なるほどです。そして、ブルネイの留学が終わって、日本に戻ってきて、それこそいろんな友達であったりだとか、モスクに行って勉強して、なんで私たちが生きてるのかとか、イスラムの教え、イスラムの目的、人生の目的っていうのをこう勉強した時に、すごくね、心にスッと入ってきたことをすごく覚えていて、それがすごくね、私がイスラム教に入る時に後押しした考えです。ブルネイ人いいね。いいね。いや、マレーシア人も みんな最高、家みんな族。最高、みんな最高。じゃあ次は、なんだろうね、イスラムになった前からイスラムになった後のトランジション、その変更、何が難しいですか？そうね、よく言われるのが、お酒とか豚肉とかだとよくね、言うでしょ、そうで言すわね。れるでしょ、日本人に。リズワンさん、豚肉食べないんですかとか、何いや、回も、お何酒回飲も。まない、いや、ちょっとぐらい大丈夫よみたいに言われそうるそう、何回も。でも、なんか僕の考えでは、はい。そういった豚肉とか、それ食べないとかっていうの大切なんですけれども、やっぱり一番大切なのって自分と、神様ね、アッラーとのつながりを意識すること、なるほどそれが一番大切だと思っていて、はい。結構日本人、私も改宗する前だと宗教が、ほぼない状況だったので、神様を信じるっていうことがすごく難しかったです。なるほどです。ただイスラムになって神様を意識するっていうのは必ずすることですね。そうですもうお祈りしたり、ドアしたり、ズキルしたり、はい。必ず神様のことを考えますね。それはどうやって、神様は存在しないということを信じていたから、神様は存在しますね。どうやってそなんれか信じはるようになったんですかね。それはもともと神様は信じてはなかったけれども、自分でまたは現在の科学で証明しきれてないことがたくさんありますね。確かにそうだね。例えば宇宙のこととか、あと死ぬことね。僕はそのことに対してものすごく疑問を感じています。特にその後ろの死ぬこと、そうですよね。死んだらどうなりますか？で、日本人に聞きますと、死んだらなくなる、体はなくなる、そうでも心もなくなる、それはどういうことなのわからないね。そうですね。不思議なことはいっぱいあるんですけど、だけどクロアンね、読むと全部書いてある。なるほどです。そうだから、それは私が求めていた答え、
考えていた答え、まあ、ガイダンスですね、そうだね、が全て書かれている。なるほど、うん、なのですごくすっきりというか、こう体にね入ってきました。あ、周りの印象、うん、なんか友達とか家族とか何か、変化とかはあるんですかね。はい、まあ大きな変化というか付き合い方、友達とのは変わってきました、うん、例えば学生の頃ね、ムスリムになる前は、うん、やっぱりその薄い関係が多かったです。まあ、例えば飲み会だけ会うみたいな、まあ確かにそうだね、そう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 、なんだけれども回収した後そういう関わりがほとんどほぼなくなったので、はい、関係が濃くなりました、その友達と友達の。なるほど。でもちろんふざけた話もするんだけれども、しっかりした真面目な話とか、それこそムスリムになってからムスリムの友達が増えました。ああ、まあそうですよね、うん、あなたみたいにねそう、そうね、そうすると関係がより濃くなったりとか、はい、なんだろう、時間がものすごく大切なものになってきて、うん、だからアラハムドリルはね、回収してからすごくその友達と過ごす時間の価値というか大切さがすごく上がりました、はい、うん、逆に日本人の友達はさ、なんか、あ、イスラムになったから嫌とかはない？うん、私の周りは特にないですね。で逆に気を使ってなんか会う時はお魚のお店選んでくれたりとか、逆に、はい、そうイスラムってどういう宗教なのとかそういうことを聞いてくれるので、うん、そう、僕もそういうふうに、しっかりと説明する機会が増えてきてるなと思います。はい、じゃあ次の質問は結構面白いですけど、日本のクリーンとイスラムのクリーン何か違うみたいな。綺麗ってこと？綺麗、そう。あ、特に日本の場合だと目に見えるクリーンが多いですね、うん、例えば大学のトイレとか会社のトイレ綺麗ですね。そうですよね、めっちゃクリーンですよね、うん、道にもゴミは落ちてないし、うん、そういうところではクリーンかもしれないね。そうですよね。ただイスラムっていうのはもちろんそのフィジカルな物理的なクリーンもそうなんですけれども、うん、ピュリティがね、どちらかというと心、うん、そうだね。そうだから例えばウドする時も、うん、あれって、まあ、体の汚れだけじゃなくて、うん、心のさ汚れもピュリファイするでしょ。そうですね。そう、そこのそこが違うと思います、大きくは。まあどちらかといえばなんかイスラムは両方も大事にするんですよね。そう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 。でも日本はどちらかというと目に見えるビジブルな、うん、フィジカルなもの。なるほどです。私の意見ですよ、この動画は。みんなの日本人の意見じゃなくて、ただあくまでも私の意見です。私たちのイスラムになってから一番大きな変化、大きな変化、そう、気持ち、心のこんなに少なくなり波が少なくなりました。というのも、例えばムスリムになる前はいろんな問題が生じた時にすごく気持ちがこうアップダウンしてしまいました、ね、すごいエモーショナル、うん、になったりとか、ね、心が落ち着かない時がすごくあったんですけれども、うん、今は私たちは、まあ、ムスリムには、まあ、生きる線がありますね、はい、ガイダンスがありますね。なので例えばなんか困難にあった時、辛い時、悲しい時、うん、それはアッラーに、ね、ドアをします。そうすることで私たちの心は、はい、まあ、インシャアラーだけど、うん、アッラーに近づくことができて、そうですね、だから心の悲しみとかっていうのは抑えられる。そうです。で逆に嬉しい時、幸せな時、そういう時はブルシュクルだね。そうだね、感謝します、感謝します、感謝するから、逆にそれも私たちのおかげじゃない、うん、ね、全てはアッラー、そう、神様のため。そういう風にして私たちのコントロール、感情をコントロールすることができると私は思います。断食の最初の印象、断食の最初は大変だった確かに一番最初は大変で、ただただその何、私の考えでは断食食べないことも大切なんですけれども、うん、なぜ食べないのかとか、うん、食べないにやがすごく大切だと思うんですね。そうですよね。で最初ね、知識も少ない、にやも少ない、うん、それは大変ですでもだん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 慣れていくと、ニーヤとか自分のイマンですね、うん、が少しずつ多分増えてくると、うん、断食の意味も分かるし、断食って食べることをやめるだけではないじゃん、うん、ラマダンの間は他のこともやっちゃいけないことはやらないし、そうよね、逆にクロアン読んだりいろんな知識を入れますね。そうですね。だからそう、食べるだけじゃなくて
そういった他のイバーダに集中する、そういったことも今年のラマダンは結構感じることができました。そうですね、アルハムドリラ、アルハムドリラですね。確かにそうだね、俺もねラマダンの時何も食べない感じと、うん、ラマダンじゃない時気持ちは違うんですよ。違うね、そうそうそう、それは多分心のインテンションだね。そうだね。リズワンはいつから断食やってるんですか？6歳は半日ぐらい、7歳からはもうずっとずっと7歳から。じゃあもう慣れてる。全然慣れてる。でもどう思いますか、その、マレーシアでイフタールとかだと、うん、みんなでご飯食べますね、アザンになったら、うんうん、でもここだったらアザンになったらまだオフィスで仕事してる時あります、うん、まあ確かに何回もありますよね。どう思いますか？いや最初はちょっと悲しいというか、まあちょっと寂しかったけど、今はもう慣れていて、どちらかといえばそんなに問題ないと思いますよね。もう日本人みたい。シャハダはどこで？シャハダは日本の東京の御徒町というところがありますね。まあ上野の近くなんですけれども、そこにあるアッサラムファンデーションかな。アッサラムファンデーション、ね、まあ御徒町モスクって言われているところで、シャハダをしました。ムスリムに対して日本人の印象、うん、印象か、そうテロリーとか、うんうん、これも私の意見ね、うん、パーソナルビューね。怖いからね、パーソナルビューだけど、最近やっぱり若い人、例えば僕たちね25歳、うん、6歳でしょ、18歳、心はね、心はね。あとその下の人たちは、うん、今多分留学したりとか、うん、あの留学生が来たりとか旅行したりとかで海外と触れ合う人が多分増えてきてますね。そうですよね。ですよね。日本に住む外国の人々も増えてきています、うん、だからこう徐々に徐々にこういろんな人、ダイバーシティに触れる機会が増えてきてると思います。なるほどです。ただやっぱり私たちの親の世代とか、もっとおじいちゃんおばあちゃんの世代は、特に私のおじいちゃんおばあちゃんとかもあんまりイスラムにいいイメージがなくて、なイスラムというか外国の文化にあんまりいいイメージを持ってないおじいちゃんおばあちゃんなので、そうそうそう、そういうねジェネレーションでギャップはあると思います。確かに、まあおじいちゃんおばあちゃんは多分イスラムさえ知らない人も多いですよ。そうそう、多いけれども、そう、 うちのおじいちゃんおばあちゃんはイスラムだけじゃなくて外国人、うん、日本人じゃない人をあんまり好きじゃないというか、わからないんですね、うん、会ったことがないから、あテレビしか見たことないから ね、はい、ね、でも会ってコミュニケーションとかするとそういうねこと分かってくるじゃん。だから少しずつね良くなってると思います。インシャアラーね、インシャアラー。今日は一旦ここで終わらせたいと思います。はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。皆さん聞いてくれてありがとうございました。はい、ありがとうございます。カイジも、まあ、答えていただいてありがとうございました。ありまかし。じゃあ皆さんありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。はい、サイコー。